雲膜下出血と硬膜元結腫について硬膜と雲膜は人間が持つ三つの髄膜のうちの二つです髄膜とは中枢神経系を裏打ちする構造で雲膜下出血及び硬膜元結腫はこれら二つの部分のそれぞれで発生する出血を指します髄膜頭蓋骨と脊椎は脳と脊髄を保護しますが それ以外にも髄膜という保護システムがあります。実際、髄膜は神経の発達にも役立ちます。NIH 眼時点で説明されているように、髄膜は脳と脊髄を覆って保護する組織の3つの層です。以下のような3層に分かれています。硬膜、蜘膜、軟膜、 最も外側の最も厚い硬膜は、硬膜外項によって骨から分離されています。頭蓋骨では、硬膜が骨に付着しているためこの空間は存在しませんが、上脈と脂肪がある脊髄に存在します。硬膜下は雲膜であり、硬膜も都項によって分離されています。また、この空間は出血し始めると、 血液が二つの髄膜を分離します。蜘蛛膜はこの空間を通って軟膜まで伸びています。蜘蛛膜加工には脳脊髄液があり、突然の打撃や動きによる圧力変化を緩和します。最後に軟膜は溝内でも神経組織に付着します。科学者は、 それが同様に組織内に入るかどうかを研究している段階です。蜘蛛膜お及び硬膜下出血。蜘蛛膜お及び硬膜下出血では、まず血管から血液が流れ出します。これらの血管は髄膜の間の空間で起こり、脳組織にダメージを与えます。ただし、出血のタイプに応じて脳への影響が異なるため、 それぞれに合う治療が必要です。硬膜下出血。硬膜下出血は、硬膜と雲膜の間の空間に血液が溜まる状態で、この血液は通常、外傷後の静脈から来ます。ただし、症状が現れるまでの時間に応じて3種類に分類することができます。急性硬膜下血種 ア急性硬膜下結種。慢性硬膜下結種。急性硬膜下結種。このタイプは症状がすぐに現れます。通常、大脳皮質から髄膜に至る静脈を引き裂く重度の外傷が原因です。急性の硬膜元血種を発症すると、誰もがすぐに昏睡状態に陥り、脳の一部が機能しなくなります。 症状は次の通りです。肩麻痺、移動が時々が困難になります。これは運動能力を扱う脳の部分に障害が起こったためです。と瞳、動向が大きくなります。これは、交際の筋肉を制御する部分に障害が発生したためです。亜急性硬膜元血腫。 症状がゆっくりと現れるアキュ性の硬膜元血種は血液が少ないため通常はそれほど深刻ではありません。さらに血液も凝固し始めますが外傷が原因で起こることもあります。一般的にはアキュ性項膜元血種を発症すると人は意識を失った後回復しますが数日間頭にも矢がかかったような感覚になり 集中力に問題が生じます。慢性硬膜元結種。長期にわたる複数の負傷の結果、慢性硬膜元結種が起こります。慢性硬膜元結種は、血管から少量の血液が血管外へと漏れている状態で、血液が再吸収されない場合に結種になります。これは、高齢者の間で一般的な状態です。 通常、最初の症状は頭痛で、その後は行動や気分に変化を及ぼします。徐々に起こるこのタイプの鉱膜元血腫は、より睡眠時間が長くなったり、思考に問題が生じるなどの症状が現れます。モ膜下出血。モ膜下出血は、モ膜と軟膜の間に動脈からの血液が溜まる状態で、 その原因は様々です。最も一般的なのは動脈瘤の破裂ですが、他の原因もあります。動脈瘤は破裂する前に頭痛や転換の発作を伴うこともあります。最大3分の1のケースが感情的な要素を伴う物理的な原因である可能性があります。さらに、 太陽の下に長時間いる時にも起こります。これらの髄膜が壊れると、出血が始まります。これらは40から60歳の間に発生するのが一般的で、次のような症状を発症します。嘔吐。頭にも矢がかかったような感覚。激しい頭痛。 光への痛みや不快感。約48時間後、髄膜が刺激され、首が硬くなるため、髄膜症候群が現れます。また、目の動きの麻痺などの目の問題が発生する場合があります。蜘蛛膜下出血は、症例の最大60%で後遺症が起こります。さらに、 生存者の40%は何らかの形で誰かの助けを必要とする生活を送ることになります。